今回は大腸についてのお話をいたします。大腸は消化管の先の方に位置する臓器です。大腸は盲腸から始まり、上行、横行、下行、S 状結腸、直腸でできています。長さは150センチから180センチ、太さは5から8センチです。消化に関して大腸は水分の吸収を担当しています。小腸から移動してきた食物の水分は大腸で吸収され、直腸から固形になります。食物が大腸に運ばれてくるのは食後4から5時間後です。お腹の中の右下あたりにある大腸の初めの部分を盲腸と言います。盲腸の下にある細いミミズみたいな部分を中水と言います。盲腸に続く大腸の一部で、右下腹部から上に向かい走行しています。左右の結腸をつなぐ部分です。横行結腸に続き、腹部の左下へ走行し、 S 状結腸につながる部分です。 S 字型にカーブしながら直腸へつながる部分です。骨盤内臓器であるため、上部の身を腹膜で覆われています。半腹膜内臓器と言います。以上でご説明を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。